みなさん、ハッピーハロウィーン。オンラインフランス語学校、アンサンブルフランセ講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。日本でも毎年ハロウィーンはすごく盛り上がりますよね。ハロウィーンといえば、お菓子をくれなきゃいたずらするぞが有名ですが、フランス語で何というかご存知でしょうか？farce ou friandise。 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 直訳すると、いたずらか甘いお菓子かです。いたずらさせるか、お菓子くれるか、どっち選んで。英語と同じ意味ですよね。今年のハロウィーンはフランス語で言ってみるのはいかがですか？さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!